ラフィネ動画をご覧の皆さん、こんにちは。ジャングルポケットでーす。さあ、皆さん、はい、なんとですね、ラフィネグループさんがこの度35周年を、はい、おめでとうございます。35周年ですよ。いや、だって30年より5年そうですよ。35年はすごいよ。いや、なんか一つの会社が30年以上続くっていうのは本当にすごいって、あの何年間での社長が言ってましたからね。言ってましたよね。潰れると大体は30年で潰れる、まあ、素晴らしいですよね。ちなみに35周年っていうことは、はい、あなた方お二人と同い年ってことなんですね。同い年ですね。35歳35歳ですから今年ね。いや、もう35になるんだね。すごい。いや、俺らの年、俺らの年そうだけどね。俺らもね、大人になったな。35周年。いや、僕結構ラフィネさんには行かさせていただくんですけども、うん、言ってたね、うん、さすがに僕ね、ちょうどラフィネさんと出会ったのがちょうど20歳なんですよ。出会った15年前15年前に出会ってるんですよ、はい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 、お互い20歳の頃出会ってるわけだ、うん、そうですよ、あの雪の日に出会いましてね、初めてどうでもいいんですけどね、ラフィネさんって結構僕足裏とかやってもらうんですけど、はい、もしラフィネさんなかったら結構もう今歩けてなかったっていうぐらいで、それぐらいの勢いで、それぐらいお前の力を取ってくれてる、そうですね、なくちゃならない存在ですね。そうです、そうです。でも、どうですか、斉藤さんの35周年、35年は。35年、結構もう学生時代は結構いじめられてたから、結構嫌な思い出しかないんだけども。まあでもそっからこうね、こうバッとこう芸能界に入ってからの10年っていうのはね。そうだね、やっぱこの、やっぱ芸人になってからやっぱすごいモテるようになったりとか、やっぱみんなに笑っていただけるって本当に素晴らしい職業だなと思うんですよ。だからこのね、お笑いというか、の仕事やってなかったらこういったねお仕事に携わることはなかったから本当に良かったなと思いますね。いやお前はいを言ってほしかったちょっと真面目なことを言ってしまったんですけど、あなた結構さ、体とか結構むくみ症じゃないですか。むくみがすごいからね、行った方がいいよ毎日のように。ちょっとね、行かさせていただきますよ。やっぱ何より35周年とか35年を築かれてきてるこの伝統と技術がありますから、そうですね、間違いないこのラフィネさんですね、はい、組とかも直していただきたいと思います、はい、しかもですね、ラフィネグループの店舗数はなんと業界ナンバーワンでございます。業界ナンバーワンですね。業界ってないですか。業界ナンバーワンでございますね。すごいナンバーワン。同じ35年でもあなたたち2人のペラペラな35年とはわけが違うんです。違うし、そうだね、うん、僕らの幕張にある劇場のところにも、はい、イオンモール、はい、幕張新都心にもありますからね、はい、身近にもありますからね、はい、そうですね、さあということでございまして、はい、よく通ってる方はもちろん、まだ行ったことない方もぜひ一度行ってみてくださいということで、以上我々ジャングルポケットでした。はい、ここで出ましたね。